僕の妻と結婚してください。は、樋口拓司の小説。2012年11月15日に講談社から単行本が刊行された。2015年2月13日には、講談社文庫版が発売された。2014年に、内村てる主演で舞台化され、2015年には、NHKBS プレミアムで、同じく内村てる主演で、テレビドラマ化された。 2016年には小田裕二主演で映画化され、11月5日に公開された。2015年3月に韓国で実写映画化される予定であると報道された。バラエティ番組の放送作家の三村修二は楽しいことを追求して仕事一筋でやってきたが嫁が6ヶ月と宣告されてしまう。残される家族を支えてくれる人を探すことを最後の企画として立案し、 妻に代わって再婚相手を探すこととなる。信頼できる仲間の手を借りながら妻の再婚相手を探すため、三村は奔走する。2014年2月27日から3月2日まで天皇図銀河劇場にて上演された。脚本、演出は小松純也。2015年5月10日から6月14日まで毎週日曜日22時22時45分に NHKBS プレミアムのプレミアム夜ドラマで放送された。全6話。主演は舞台版と同じく内村照吉で相手役も同じく木村多江が演じた。ゲスト出演、三宅基重監督小田裕二主演により2016年11月5日に公開。東方配給。撮影は2015年12月末にクランクアップ。 2018年6月19日21時23時3分、関西テレビとその系列局で地上波発放送された。視聴率は関東地区で3.6%を記録した。ありがとうございます。